第4章、命がけの脱出。モルモン教の預言者と会見した翌朝、ジョン・フェリアはソルトレークシティへ出かけ、ネバダ山脈へ旅立つ知人を見つけ出して、ジェファーソン・ホープへの手紙を託した。親子に恐ろしい危険が迫っているので、すぐに帰ってほしいという手紙だ。その用事を済ませると、いくらか気持ちが軽くなって農場へ戻った。家に帰ってみると、両側の門中に馬が一頭ずつ繋いであるではないか。さらに驚いたことに、家の中では二人の若者が我が物顔で居間に座っていた。一人は青白い馬面の男で、ロッキングチェアにふんぞり返り、両足をストーブに引っ掛けている。もう一人は首が短く品のないむくんだ顔で、両手をポケットに突っ込んで窓際に立って口笛を吹いていた。入ってきたフェリアに二人とも顎をしゃくっただけの挨拶をした。ロッキングチェアに座っている方がまず口を開いた。多分ご存じないでしょうが、こちらはドレッバー長老のご子息。僕はジョセフ・スタンガスンです。あの砂漠の真ん中で、主が御手を差し伸べて、あなた方を誠の教会へとお導きくださったとき、一緒に旅をしていたんですがね。神は御心のままに、その国にあらゆる民をお選びになる。もう一人の鼻にかかった声。神の引き薄の会見はゆっくりとしているが、この上なく細かくお引きになるのです。ジョン・フェリアは冷ややかに頭を下げた。こうして伺ったのはですね、と今度はスタンガスン。僕らのどちらか、あなたとお嬢さんに気に入られた方が、お嬢さんに求婚してくるようにと、父親たちから言いつかったからです。僕の妻はまだ4人。ドレッバー君の方はすでに7人ですから、どうやら僕の方が資格がありそうだ。いやいや、兄弟スタンガス。それは違うぞ。もう一人の声が飛ぶ。問題は、妻が何人いるかではなく、何人養えるかだ。この間、父から千分ジョンを譲り受けたから、僕の方が金持ちさ。だが、将来は僕の方は有望だ。スタンガスンも興奮してきた。主が父を召された時には、なめし工場と製皮工場が僕のものになる。それに僕の方が年長だし、教会でも上席だ。まあ、それはお嬢さんが決めることさ。若いドレッバーは鏡に映った自分の顔にニヤニヤ笑いかける。すべて彼女の選択に任せようじゃないか。ジョン・フェリアは戸口に立ったまま怒りに身を震わせ、二人の背中を乗馬鞭でどやしつけたい衝動をやっとの思いで抑えていた。おい!ついにたまりかねた彼がつかつかと二人に歩み寄る。娘に呼ばれたというなら別では、それまではここへ二度と顔を出すな。二人の若いモルモン教徒はびっくりしてフェリアを見つめた。彼らからすれば、自分たちがこうして競って求婚するというのは、娘にも父親にもこの上ない名誉であるはずなのだ。部屋の出口は二つ。フェリアは叫ぶ。ドアと窓だ。さあ、どっちから出ていく?フェリアの日焼けした顔がものすごい形相で、痩せてゴツゴツした手は今にも殴りかかってきそうだったので、二人は思わず飛び上がり、あたふたと退散した。老いた農場主は徳島で追いかけ、皮肉たっぷりに怒鳴った。おい、返事ぐらいしたらどうだ?くそ、きっと後悔するぞ。怒りで顔面蒼白になったスタンガスンは、捨て台詞を吐いた。預言者様と長老会議に逆らいやがって。きっと、
死ぬまで後悔するぞ。主の御手が重い罰を下されるぞ。若いドレッバーも叫んだ。主が自らお立ちになってお前を懲らしめてくれよ。まずわしがお前らを懲らしめてやる。怒り狂ったフェリアが怒鳴り返し、銃を取りに2階へ駆け上がろうとした。だが必死に引き止めるルーシーの手をようやく振りほどいたとき、馬のひずめの音はすでに遠くなっていた。新人かぶったゴロスキどもが。彼は額の汗を拭った。ルーシー、あんな奴らの嫁になるくらいなら、いっそ死んでくれた方が嬉しいくらいだ。私だって死んだ方がいいわ、父さん。きっぱりした言い方だった。でも、ジェファーソンがすぐに帰ってくるわ。そうとも、きっとすぐだ。一日も早く帰ってきてくれなければ。奴らが次にどう出るかわからんからな。この気骨ある農場主と娘のもとへは、確かに一刻も早く誰かが助言と援助のために馳せ参じてくれなくてはならない。長老会議の権威に反抗するにしても、これほど大それた例は、開拓地始まって以来だった。ちょっと口を滑らせただけで、あれほどひどい罰だとすると、こんな大反逆者の運命はどうなるのか。かくなる上は、富も、地位も、これっぽっちも役に立たないと、もちろんフェリアにはわかっている。これまでにも、彼に負けず劣らずの富裕と名声を誇っていた者が、何人となく神隠しにあって、財産を教会に没収されてきた。勇気のある男が、影のように忍び寄る、漠とした恐怖には、さすがに震えた。正体さえ分かっていれば、危険に完全と立ち向かいもするだろうが、これほど漠然とした不安には、気力がなえるというものだ。ただ、娘には恐怖心をひた隠しに隠し、努めて事態は軽いふりをした。とはいえ、愛情があるからこそ察しのいい娘の方では、父親が内心に不安を持て余していることに、はっきり気づいていたのだった。今回しでかしたことについて、ヤングから何らかの通告があるものとフェリアは覚悟していたが、果たしてその通りだった。ただし、それは思いもやらぬ方法でやってきた。翌朝目を覚ますと、驚いたことに掛け布団の胸のあたりに小さな紙切れがピンで留められ、乱暴な字で大きくこう書かれていたのである。改心のための猶予として29日を与える。その後は、すべて言い切らない書き方が、どんな脅し文句にも増して凄みがある。それに、使用人たちはみんな別棟で寝ていて、どのドアや窓も厳重に閉じまりしてあったというのに、この警告状はどうやって部屋に舞い込んだのだろうと、ジョン・フェリアは極度の不安に陥った。紙切れをすぐに丸めて捨て、娘には黙っていたが、一人震え上がった。29日とは、どう考えても、ヤングが約束した1ヶ月の残りの日数だ。神秘の力を操る敵を前にしては、人間の力や勇気がどれほどの役に立とう。あのピンを止めた手は、彼の心臓を突き刺すことだってできたはず。しかも、それが何者の手なのかを、彼が知ることはないのだ。ところが、その翌朝には、さらに震え上がるようなことが待っていた。二人が朝食のテーブルに着くと、ルーシーが急に悲鳴を上げて天井を指さした。天井の真ん中に、燃え差しの棒切れか何かで殴り書きしたらしい、28という文字があった。娘にはその数字の意味がわからなかったし、父親もあえて教えようとしなかった。
その晩、フェリアは銃を抱えて徹夜で警戒した。夜通し、人影を見かけることも、物音も聞きつけることもなかった。ところが朝になってみると、彼の部屋のドアの外側に27という文字がペンキで大きく書かれてあったのだった。一日、また一日と、そんな具合に過ぎていった。朝になると必ず、姿なき敵が殴り書きを残している。猶予期間があと何日残っているか、しっかり目につく場所に記されている。運命の数字は、時には壁に、時には床に書きつけられ、また、時には小さな紙切れに書いて、庭の門や手すりに貼り付けられていた。どんなにジョン・フェリアが警戒しても、この警告が日々どうやって届くのか、どうしてもわからない。ついには、警告を目にすると、迷信のような恐怖に襲われるようになった。次第にやつれ、落ち着きを失い、追い詰められた獣のような不安な目つきになっていった。残された望みはただ一つ、ネバダから若き漁師が帰ってきてくれるのをひたすら待つことだ。20が15に、15が10になっても、若者からは何の連絡もなかった。数字だけはさらに一つずつ着実に減っていったが、若者は一向に姿を現さない。道路に蹄の音が響くたび、漁者の掛け声が聞こえるたびに、老農場主は、やっと助けが到着したか、と、門へ走り出た。とうとう5が4に、さらに3になり、さすがの彼もがっくりと気落ちして、脱出の望みも枯れ果ててしまった。開拓地を取り囲む山の地理に疎い彼一人の力では、どうにもならない。少しでも往来のある道路は、すべて厳重に監視され、長老会議の許可なくしては、一人たりとも通行を許されない。この地に留まるにしても、脱出を試みるにしても、どちらの道を選ぼうとも、身に災いが降りかかるのを、もはや避けられそうにない。それでも、娘の恥辱になるようなことに同意するくらいなら、いっそ死を選ぶという、老農場主の決意だけは断じて動かないのだった。ある晩、彼は一人部屋に腰を下ろして、苦境を抜け出す道はないものか、と、虚しく思案に暮れていた。その朝すでに、2という数が、家の壁に記されていた。一夜明ければ、いよいよ最後の一日。その時は一体どうなるのだろう。形の定まらない、恐ろしい妄想が、脳裏にひしめき合う。そして、自分がいなくなった後、娘は一体どうなるのだろう。父と娘の周りに張り巡らされた見えない網。もはやそれから逃れる道はないのだろうか。フェリアはテーブルに顔を埋めて、自分の無力さにむせび泣いた。おや？あれは？静まり返った中に、何かをそっと引っ掻くような物音がした。かすかな音ではあるが、夜のしじまにはっきりと間違いなく聞こえた。玄関の方だ。フェリアはそっと玄関ホールまで行って耳を澄ました。音はしばらく途絶えてはまたこっそりと繰り返された。誰かがドアをそっと叩いているらしい。前中の暗殺者が秘密裁判の抹殺指令を実行しに来たのだろうか。それとも、いよいよ最後の日が来たと告げに来た死者か。これ以上神経が震え、心が凍る思いをするくらいなら、いっそ人思いに殺された方がマシだ。フェリアはとっさに駆け寄って錠を外し、ドアをさっと開けた。
外はしんとしていた。よく晴れた晩で、夜空に星が瞬いている。目の前の垣根と門で仕切られた小さな前庭にも、道路にも、人影はない。フェリアは、ほっとため息をついて、左右を見回し、それから、ふと足元に目をやったところで、ぎょっとした。地面に、男が腹ばいになって倒れているのだ。腰が抜けそうになって、思わず壁にすがり、手で喉をつかんで、叫び声を抑えた。最初は、ひどい怪我をしているか、死にかけているのだろうと思ったが、腹ばいの男は蛇のように素早く、音もなく地面を張って玄関に入り込んだ。体がすっかり家の中に入ると、さっと立ち上がってドアを閉めた。唖然としているフェリアの目の前に、ジェファーソン・ホープの荒々しくも、毅然とした顔があった。なんとまあ、ジョン・フェリアが喘ぎながら言う。びっくりしたぞ。なんであんな入り方を。とにかく食べ物をください。ジェファーソンの声はかすれている。48時間飲まず食わずなんです。夕食のテーブルに残っていた冷肉とパンに飛びついて、ガツガツと貪った。ようやく空腹が収まると口を開いた。ルーシーは元気ですか？ああ、あれには何も話しておらん、と父親は答えた。それはよかった。この家の周りは隙間なく監視されている。それでああして張ってきたんです。なあに、いくら油断のない奴らでも、このウォッシュの漁師様にはかないませんよ。ジョン・フェリアは頼りになる味方を得て別人のように元気づいて、バカ者のゴツゴツした手を取ると、心を込めて固く握った。大した奴だ。わざわざ危険と困難を、わしらと一緒に担ごうと飛び込んでくる者など、ザラにはおらん。いやあ、全くその通りですよ。若き漁師が言う。あんたのことは尊敬してるけど、あんた一人のためだったら、俺だってこんな面倒に首を突っ込んだかどうか。ルーシーがいるからこそですよ。ルーシーの身に何事があったとき、それはユタのオープ家の人間が一人減るときだ。で、これからどうすればいい？明日が最後の日だから、今夜中に何とかしなけりゃ。イーグル谷にラバ1頭と馬2頭を用意してあります。お金はどれくらいありますか？金貨で2000ドルと紙幣で5000ドル。十分です。俺にもそれくらいある。山を越えてカーソンシティに逃げ込まなくちゃ。すぐにルーシーを起こしてください。使用人がこの塔にいなくてよかった。フェリアが娘に旅支度をさせている間、ジェファーソン・ホープはありったけの食料を小さな包みにまとめ、山には湧き水が少ないことを知っていたので、磁器の壺に水も汲んだ。そこへ農場主が支度を整えた娘を連れて戻ってきた。恋人たちの再会は熱烈ながら極めて簡略だった。もはや一刻も無駄にできないし、しなければならないことは山とある。さあ、すぐに出発だ。ジェファーソン・ホープは低い声ながら断固たる調子で言った。危険の大きさは承知の上で、決然と立ち向かおうとする男の声だ。出入り口は表も裏も見張られてるけれど、横の窓からそっと出て、用心して畑を突っ切れば、なんとか抜け出せる。街道へ出てしまえば、馬を待たせてある谷まで、わずか2マイル。夜明けまでには、山を半分越えられるでしょう。途中で見つかったらどうする？フェリアが尋ねた。ホープは、
上着の胸から覗いている拳銃の大尻をポンと叩いた。敵が大勢なら、2、3人はメイドの道連れにしてやる。そう言って、不敵な笑みを浮かべた。家中の明かりが消されて暗くなった窓から、自らの手で築き上げ、今を限りに捨てようとしている農場に、フェリアはじっと目を凝らした。しかし、捨てる覚悟なら、もうずっと前にできていたし、何より娘の名誉と幸せを考えると、財産を放棄することなど大したことではない。さわさわと夜風にそよぐ木々。どこまでもひっそりと横たわる小麦畑。その何もかも平穏で満ち足りて見える世界に、残忍な殺意が潜んでいようとは、とても思えないのだが。ただ、ギリギリまで緊張した若い漁師の青ざめた顔は、この家に近づくために犯した危険の大きさを如実に語っていた。フェリアが金貨と紙幣を、ジェファーソン・ホープが乏しい食料と水を、ルーシーはわずかばかり自分の貴重品を入れた小さな袋を持った。三人でそっと用心しながら窓を開け、黒い雲があたりを少しでも暗くしてくれるのを待って、一人ずつこっそりと狭い庭に降りた。息を殺し、身をかがめ、よろめくように庭を突っ切って生垣の影までたどり着くと、それに沿って小麦畑へ出る切れ目へ向かった。その途端、ジェファーソンがいきなり二人を物陰へ引きずり込んだ。そのまま三人は息を殺して震えながら待った。大草原で鍛えたホープの耳が山猫のように敏感だったのが幸いした。三人が身を伏せたかと思うと、ほんの数ヤード先から山フクロウの陰気な鳴き声が聞こえ、やや離れたところですぐに別の鳴き声が答えた。それと同時に三人が目指していた生垣の切れ目からぼんやりと黒い人影が現れ、再び合図の物悲しい泣き声を送ると、暗闇から第二の男が姿を現した。明日の真夜中、目上らしい第一の男の声がした。夜鷹が三度鳴くとき。了解。第二の男が答えた。兄弟ドレッバーに伝えましょうか。伝えてくれ。そして、彼からみんなにも、9から7、7から5。第二男がそう応じると、二つの人影は別々の方向へさっと消えた。最後の言葉は彼らの合言葉らしい。足音が遠ざかると、ジェファーソン・ホープがすっと立ち上がり、二人を助けて生垣の切れ目から畑へ飛び出し、全速力で突っ走った。ルーシーが力尽きると抱きかかえるようにして走った。早く、早く、息を切らせながら何度も声をかける。今、歩調線を抜けるところだ。早くしないと何もかもおしまいだ。急げ、急ぐんだ。街道へ出たら速度が上がった。一度だけ人影に出会ったが、素早く畑に潜り込んでやり過ごした。町の少し手前で、山へ登っていく細い凸凹道へ入り込んだ。頭上の闇に切り立った峰が二つ、闇よりも黒くそそり出す。その間の狭い谷間こそ、馬を待たせてあるイーグル谷だ。ジェファーソン・ホープは本能的に迷うことなく大きな丸石の間を縫い、干上がった川床を進み、忠実な動物たちをつないである岩陰へ、ようやくたどり着いた。ルーシーがラバに、フェリアが金袋を持って馬に乗ると、ジェファーソン・ホープはもう一頭の馬にまたがり、足元のおぼつかない険しい道を先頭に立って進み始めた。荒々しい大自然に慣れていない者には恐ろしいばかりの難路だった。
道の一方には1000フィートをも超えようかという巨大な岩山が黒々と威嚇するようにそそり立ち、そのゴツゴツした岩肌から長い玄武岩の石柱が化石となった太古の恐竜の肋骨のようにゾロゾロと突き出している。もう一方には丸石や崩れ落ちた岩石がゴロゴロしていて足を踏み入れることもできない。その間を通じる一本の道らしきものも、しばらくは一つ細くて三人が一列になってかろうじて通れるくらい。しかも、ひどい凸凹道で、よほど巧みな乗り手でもなければ、すくんで一歩も進めないほどだった。しかし、危険な悪路でも、逃亡者たちの心は明るかった。一歩進めば一歩だけ、あの恐ろしい暴虐からは遠ざかる。ところが、モルモン教徒の管轄区域をまだ脱してはいないことを間もなく知ることになる。ひときわ荒涼としたあたりに差し掛かった時だった。ルーシーが小さく声を上げて頭上を指さした。道を見下ろす岩の上に、夜空を背にして黒くくっきりと一人の保証が立っている。同時に向こうも気がついた。誰だ？軍隊式のスイカの声がひっそりした渓谷に響き渡った。ネバダへ行く旅の者だ。蔵に吊るしたライフル銃に手をかけながら、ジェファーソン・ホープが答えた。たった一人で警戒に当たっている保証は、その返答に不満らしく、銃を構えて下を覗き込む。誰の許可で？長老会議の許可を得た。フェリアが答えた。モルモン教徒としての経験から、長老会議の権威を持ち出すのが一番効果があると知っていた。保証が叫んだ。9から7。7から5。家の庭で聞いた合言葉を思い出して、ジェファーソン・ホープが即座に答えた。通ってよし。神のご加護を。頭上の声が叫んだ。この地点を抜けると道幅も広がり、早足で馬を進めることができた。振り返ると、一人ぼっちの保証が銃に持たれてぽつんと佇んでいる。そして三人は選ばれし民の国の外相戦をもう突破したのだと。行く手にはただただ自由が広がっているのだと思う。